2020年10月に12周年を迎える s k e さまざまな活動をしている私たちですが中でも大切にしているのは劇場公演私たちの活動において 劇場公演は欠かせなない大切なものののです公演の歴歴史史はグループの歴史ここ SKE48 劇場では数えきれないほどの物語が生み出されてきましたこの番組ではこれまでの劇場公演を振り返るとともに10月3日から5日まで行われる12公演一挙披露祭の見どころを紹介。 毎回3人のメンバーがそれぞれぞの視点から劇場公演を語ります今回語るのはこちらの3人のメンバー私たちの公演はい今回私たちは10月4日の19時から行われるリセット公演に出演する3人ということでリセット公演についてねいろいろお話ししていきたいと思うんですけど、うん、そう私はもともと TMS に いて、はい、今はチーム系2なんだけど、うん、で一応初日メンバーとして2013年7月23日にやってたみたいです2013っ,2013ってやばくないですか、うん、結構昔ですよねもういやー2013私がだから中学生の時に <laughs> やっていた公演ですねちょ、えー、ット公演7年前やばいねやば歴歴史史ですよそそれこそ歴史 を今回やるってことで、まあ、きちゃんとえあいあい出たことあるぐらいの。なんか、かんえあるよね。スや、いたにすらいないですから。いないんだ、まだ。オーディションすらしてないですね。どう、リセット。一番出たかった公演が。リセットだった。ああ、そうなんだ。送られてきた時は、すごい嬉しかった。んですけど嬉しい見たら、難しすぎて。そっか。こんなのやってたんだ。そう、もともとチーム K さんの、オリジナル公演で、やっぱり。 チーム k はもうダンスのイメージ体育会系というかそれをやってたから私はでもこの「リセット公演」って k 2さんが「リスタート公演」として中身ちょっと違うんですけどやってたじゃないですかそれを見てたのですごい自分もちょっとやってみたい公演だったのですっごい嬉しかったですもうなんか想像つくもんね印象を着てるとこすぎてホンですか レベルなんかすごいやっぱ絶対毒蜘蛛とかおけらとか得意だよねみたいな「おけら得意そう」すごい言われてメンバーとかにもあっでも確かに練習とかしててもめっちゃ楽しいなと思って早くやりたいなって感じ私も一番「思い出の公演」って言われたら多分「リセットコイン」あげるぐらい思い出の公演だから結構短いんだよ1年やってないね一1年もやってない短くて。 だからすごい不思議な感じファンの方の反応とかリセットなんか言われたユニットとかさ予想みたいなでもなんか結構ファンの方ツイッターなんかいろんなところで予想してるじゃないですかなんか「おーって思いながら見てるんですけどまだ言えないですけど結構ね面白いファンの方のでもきみちゃんはなんかちょっとなんか「セイクレジスタンス」が似合いそうだよねえめっちゃ言われるそのためでしょみたいな似合いそう言われることもあってうん まあ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 なんかあの気だるい感じがちょっと似合いそうだよねやってみたいアイアイはえなんだろうでも最近大人っぽいから心の端のソファとか似合いそうだと思ー確かにソファーっぽいでもねあの奇跡は間に合わないも多分似合いやってそうやってそう結構多かったですファンの方の予想とかも一番やりたい曲なんです意外なんだけどあのここら辺こう こっちかの立ち位置がいいんですよ。あ違うの？なんで？何のこだわり？歌終わりが二番目こっちかだから。こっち？二番目の歌終わりがやりたくて。へ。そう本当にやりたくて。卒業公演でやってやるってぐらい好きで。結構あれだね。すごい好きだね。好き。でもな結構ユニットは可愛い曲を当て込まれるイメージが強くて。可愛いのばっかやります。かっこいい系がやりたいな。やりたいんですよ。そうなの。可愛いのばっかなんで。うん。 今しかできないよね、可愛いの。本当。え、おねえも言うて前物なんですよ。じゃないそれはちょっとごめんだけど。顔がやりすぎてちょっと。それは本当に SK 入った瞬間からもうかっこいい曲ずっとやってきたんで。うやってそうなんです。私はもうあのあれ何でしたっけ。逆転王子様とかやりたいですもん。 ピンクの衣装でそれ予想されてました何の方から全ったく前やったことあってツアーであ、そうなんだなのでなんかその繋がりで予想されることが多かったですイメージがあるんだろうね確かに私はオリジナルでは明日のために来そうとあとアンダーでセ生クレジスタンスがやってたんだけど結構今回はレジスタンス予想が多かったでも予想も私すっごいレジスタンスのイメージがありますそうもともと木崎ゆりやさんがオリジナルで やられてて、うん、アンダーでやっさんの休演の時に中学生だったんだけど、うん、アンダで <laughs> やっててそうそうそうだからそのイメージかも、うん、結構リクエストアワーとかでやらせてもらうことが多かったから、うん、あのエゴさん的に、うん、じゃあこの曲はなんかこうやって踊ったらいいよとかありますかやっぱ経験からしてやっててやっぱり結構なんか頭から勢いのある公演じゃん、えーうん、あのやっぱりなんかそっか多分 オリジナルのチーム K さんも初覚後のオリジナル公演だったから結構チームをなんか題材にした曲っていうかリセットとかもそうだけどやっぱりそういう部分で絆みたいなのが見れたら素敵だなって思うしやっぱ「ウッホウッホホ」がすごいなんか一気にこうグワッと上がる感じっていうかそれはすごい S でやってた時も KS でやってた,時てた時も感じてたから。 そうかなあと急にんか大人っぽくなるよね中盤曲で確かに夢の鐘でさ衣装こうはぎ合うところあるじゃんあれ結構好きだった昔からえ難しいけどんか怪我するじゃないですかあれ怪我しないんですかあれ怪我して歩いてますよねあっそうか苦しみながら実際に怪我する話我するからちょっとそれが楽しみだなってえめっちゃ考えませんどうやってやろうみたいなどこ怪我する一箇所怪我する っていうのを聞いて、うん、聞いたので、どこ怪我しようかなと思って。あの新しいの。なんか、あの考えてます。でも、なんかあれですよね。うん、あの、レッスン場とかで、うん、まあ、リス、リセットとリスタートがあるので、うん、結構。こう、曲やるメンバーが多いじゃないですか。確かに。同じこの曲を、うん、だから、結構一緒に、こう、リハっていうか、練習する。のが多いんですけど、うんうん、みんな、こう、え、どこ、どこしようみたいな。<laughs> え、そん。 みたいななで話題にってるの私は右手の小指でからやって私はその片目とかこうやってねこうやってやったりえっそれ楽しみだなちょっと注目してみたいねそこは注目ポイントあんまなんか目とか怪我してる人見たことないんだいたいみんな足引きずってなかった腕か腕とかだよね足とかかだら目行こうかなって首とか首は難しいね 知らななかったそんので盛り上ががってたんだねそでです楽楽ししみみれも結構やっぱ S のメンバーが多いからさなんか不思議な感じしない普段と同じメンバーだけど違う公演やってるみたいな16人だし最近はねやってなかったからそれが嬉しいですすごい16人でできるのが私も昇格してから16人の公演がなくてそういう S のみんなで踊るっていうのがあんまないのですごい楽しみですそうだよね楽しみ私も。 やっぱり S ってやろう公演中にどうですか意気込みとか今の気持ちとかずっとやりたかった公演なのですっごい楽しみなんですけど多分最初で最後のメンバーになるじゃないですかなのでめちゃめちゃ楽しい思い出を作りたいなって思いますはいはいはいえー私は一応チーム S がすごい多いじゃないですかですけどチーム S のリーダーの松本千佳子さんがいないのでまたなんか で、まきこさんとか英語さんとかがいて違うメンバーじゃないですか、うん、それでなんかまた新しいなんかものを吸収できたらいいなと思います<ー>このリバイバル公演で。確かに S はさ結構若い木の若いメンバーが多いじゃんリ、うん、カちゃんは今回も出るんだけど、うん、だからなんか先輩とやるのってまたなんか違った感じというか。 刺激、ねね、になると思うから <laughs>、はいはい、新しい魅力をね出してもらえたら嬉しいなと思うし、うん、ファンの方も楽しんんでもらえるんじゃないかなと思いますさてこれまで話してきましたがそんなリセット公演は「<laughs> スケ s k ーテート1 2 t h アニバーサリーフェス2020」12公演一挙披露祭10月4日の19時から見ることができます。<laughs> 出演メンバーは赤堀君恵荒野姫か石黒ゆず月井上るか 上村有香坂本麻臨杉山愛香鈴木里香中村泉野島かの、野村美代山内すずらん江郷優奈斎藤真希子福士直鈴木瑛菜の16名です。はい SK、と12 Fest 2020 12公演一挙披露祭はススストトリリーーミンングプラスファンストリーム ライ,ンライブビューイングジョイサウンド見る箱4つのプラットフォームからご視聴いただけますそれぞれのプラットフォームによってチケットの購入方法が異なりますので皆さんあのご自身の環境に合ったプラットフォームでぜひご視聴くださいチケットの購入方法は SK48 公式ホームページや12周年特設サイトをぜひご確認くださいよろしくお願いします えー、リセット公演は10月4日の19時からなので、えっと、4日の1日投資券か各公演一般視聴券をぜひ皆さんご購入いただいてリセット公演注目してみてもらえたら嬉しいなと思います、えー、4日は他にも「僕の太陽公演」「手をつなぎながら公演」「逆上がり公演」「青春ガールズ公演」が行われますリセット公演と一緒にぜひ他の公演も楽しんでください、えー、私たちも久しぶりの16人公演ですしさっきもお話ししたように えー、やっぱり昔出演していたメンバーも含め新しく加わってくれたメンバーもたくさんいるので皆さん、えっと、歴史も感じつつ新しい私たちの魅力にも気づいてもらえたら嬉しいなと思いますのでぜひ「リセット」声見てくださいババイバーイお楽しみに